皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはお家でできる練習法パター編ということでですね、やっていきたいと思います。今回は緊張した場面で 手がですねスムーズに動かなくなる方に向けてのレッスンです。そしてどうしても上りの傾斜ちょっとこう打たなきゃいけないなって思う場面でどうしても距離が出ないっていう方、どうしてもパッカップまで届かないっていう方に向けてのレッスンになります。この通常のアドレスから静止状態からこう動かそうとした時にですね、ヘッドがこう揺れてしまったりとか、どうしてもここの静止状態から手が動かない、体が動かないという方はですね、フォワードプレスといって打つ前の動作を一つ入れてみてください。そうすると緊張した場面であったりとか、ストロークスムーズにしたいなっていう時に、綺麗に動いてきます。いろんな方法はあるんですけども、今回はこう構えたポジションから少し手の位置を前に少しですね、少し倒してからバックスイングを作ると、構えます、前に倒してからストロークすると、こういった形ですね。実際にフェース面の向きは変わりません。このような状態から前に倒しているだけなので、ロフト角を少し減らしてバックスイングをしているっていう形になります。打つ前の動作を入れることでスムーズに手元が動いていきます。この動きですね、緊張した場面にぜひ思い出していただいて、フォワードプレスですね、入れてみてください。また上り傾斜でですね、ボールが届かないだろうなって思うときに少しこういうふうに前に出すこと、手を前に出すことでボールの転がりが良くなるので、カップまで届いてくれるというメリット2つありますので、ぜひですねこのフォワードプレス入れてみてください。はい、本日のレッスンも以上で終わります。本日は以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。